ラブラドル半島は、カナダ北東部の半島。名前は15世紀にこの地を探検したとされる、ポルトガルのジョアン・フェルナンデス・ラブラドールにちなむ。西は、ハドソン湾とその南のジェームズ湾。北は、ハドソン海峡を挟んでバフィン島。東は、北大西洋。南は、ベルアイル海峡を挟んで、ニューファンドランド島及び、セントローレンス湾に面す北部は、 アンガバ湾が切れ込み、その西側はアンガバ半島、東側はトーンガット山脈で、先端は千鳥岬になっている。大西洋岸の約4分の1がラブラドール地方、残りがケベック州に属する。また、ハドソン湾王からアンガバ湾まで半島沿岸に浮かぶ島々はすべてヌナブト巡州に属している。表記には多くの部分が 氷河に覆われ、特に最後の氷期には、北米大陸一帯を覆う、ローレンタイド氷床、9万年前から1万8000年前頃まで、存在の中心となった。大西洋岸のフィヨルド地形の地域ほか、半島内陸各所に、氷床が溶ける際に地表を削っていった、氷河湖の痕跡が認められる。北部の海岸地帯は寒冷のための高不能で主な、産業は漁業である。 ラブラドールレトリーバーの名前の由来でもある。内陸部は、南側は、森林が広がるが、北部は、年中寒冷の永久凍土に覆われ、樹木も生育できないツンドラ地帯になっている。気候は、半島東沖を流れる寒流、ラブラドル海流を通る涼しい風の影響で、夏はあまり気温が上がらず、冬の期間は長く非常に寒いから、海は氷に閉ざされる。 特に沿岸部では、阿寒帯に属する地域でさえも、夏は短く非常に冷涼なため、樹木も貧弱かつまばらにしか生えておらず、おおむね草原が中心になっている。ありがとうございます。